エルイホ、デル・ファンタズマは、メキシコのプロレスラー。メキシコシティ出身。現在は、サントス・エスコバーのリングネームで活動。父は、エル・ファンタズマ。おじに、アンヘル・デラ・ムエルテ。いとこに、ファンタズマ・ジュニア2000年、プロレスラーデビューを飾る。アイグ、トーリューモン・メキシコといった、インディー団体で、ファンタズマ・ジュニアとロス・ファンタズマスナル・タッグチームを結成して活動。 2005年10月にはメジャー団体であるトリプル a にスポット参戦し、メキシカンナショナルミドル級王座争奪トーナメントに出場し、準決勝まで進出するもズンビードに敗戦。2008年4月、もう一つのメジャー団体である CMLL と契約を交わし入団。入団早々、トップ集団の一員となり、5月3日にはトルネオシベルネティコで勝者となり、 6月より開始された CMLL 世界トリオ王座争奪トーナメントでは、ラマスカラエクトールガルサと組んで決勝に進出し、13日にブルーパンテルドスカラスジュニアミスティコに勝利して優勝を飾り王座を獲得。2009年1月18日、ラマスカラエクトールガルサと組んで、 CMLL 世界トリオ王ザを保持するウルティモ、ゲレーロネグロカサスアトランティスに勝利して2度目の大冠。7月21日には、アベルノが保持する CMLL 世界ミドル級王座に挑戦して勝利し、ベルトをダッシュ。2011年6月より開始された NWA 世界ヒストリックライトヘビー級王座争奪トーナメントに、 出場するが21日の決勝にてレーブカネロと対戦して敗戦し、退官ならず。12月25日、CMLL 世界ヘビー級王座争奪、トルネオシベルネディコに出場するが準決勝で敗退。2013年10月、CMLL から退団してトリプル a へと移籍。18日のトリプル a デビュー戦では、コパアントニオペーニャに出場して決勝まで進出して、 優勝を飾ることができなかったものの、観客からの支持を得た。11月にはルードへと転身して、エルテハのジュニア率いるユニットであるエル・コンセホにメンバー入りし、エルテハのジュニアシルバーカインと組んで、トリプル a 世界トリオ王座を保持するサイコサーカスと構想を展開。2014年8月17日、トリプル a 年間最大のイベントであるトリプラメニア、 22にて行われた、AAA 世界クルーザー級王座&、AAA フュージョン王座のタイトル統一をかけた10、ウェイマッチに出場して勝利し、王座を獲得した。11月12日、AAA が北米進出して新たに創設した、ルチャーアンダーグラウンドにてキングクエルノの、リングネームで登場している。2018年8月25日、 テイプリーメイニア XX6 のメインイベントに行われたサイコクラウン VS イホ、デルファンタスマ VSL エパーク VS ペンタゴン、ジュニアの金網コントラマッチに敗北し、マスクを脱ぐ。2019年9月5日、WWE と契約して、WWE パフォーマンスセンターに合流したことが発表される。2020年6月10日、マスクを取り、 リングネームをサントスエスコバーに改名。ありがとうございます。